潜在、グガンの塔を待つ。ぬわっは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 。クラーン。はい、どうもどうも、毎度お越しやす、つららん。本日はですね、あの伝説の奇才の絵師、伊藤若冲のですね、水墨技法の一つである筋目描きという方法で、あのキックをね、模写してみたいと思います。さあ、またね、解説に入ると長くなるので、書きながらやっていくスタイルにしていこうと思います。話し出すとね、特にね、好きな画家とかはね、長くなるんですよね。まあでも、筋目描きっていうね、ものの解説だけ先しときたいと思います。どんな技法なのかね。あの、和紙に墨で描くときの特徴として、滲む紙ですと、こう、墨で描くでしょ？で、この上から、墨を重ねても、わかりますかね？うっすらなんですけど、こう重ねていってもね、色がね、乗らないところがあるんですよね。ちょっと見にくいかな？どうやろう。ね、こうやって透かしてみると見やすいんですけど、書いた墨の周囲にね、広がった水が次に書く墨を弾いて、その部分だけ墨が乗らず筋のようにね、残るんですよね。こういうなんか和紙と墨の特徴を生かしたね、書き方になってます。じゃあ早速ね、あの、この菊を書いてみたいと思います。これよく見るとね、中心は濃ゆくて、周りはちょっと薄くなってますよね。こういうとこはね、若冲すごいね、巧みなんですよね。まず中心から少し濃いめの墨でね、書いていきたいと思います。まあ、部分模写になりますけどね、いきますよ。こういうね、半円を描く。筆跡をね、徐々に重ねていきます。なんかあれやね、お刺身の盛り合わせでね、こんな置き方ありますよね。でね、この描き方、筋目描きもすごく奥が深くて、使う墨、そして紙、そして筆を動かすスピード、墨の濃さ、いろんなことが影響してね、うまくいったりいかなかったりするんですよね。で、基本的なこと言えば、筆をゆっくり動かした方が、あの筋目がね、くっきり残りますね。早めにこう重ねていくとあんまりね、太い筋が残らないっていうね。このところの加減がね、すごい若冲はうまいですよね。で、この筋目描きっていう技法なんですけど、これ技法でも何でもなくって、あの紙の特質としてね、これはあるんですよ、元から、昔から。でもこれを意図的に利用して、あの効果的なね、画面効果を狙ったのは若冲が初めてなんじゃないかな。このようにね、徐々にずらしつつ、半円、円光をね、重ねていきます。これと似たような描き方でね、魚の鱗なんかも若冲は描いて、鯉の絵なんか残してますね。いや、結構難しいな。結構難しいわ。菊が歪になっていくな。いやー、若冲みたいに綺麗に重ねられへんな。あ、でね、冒頭ね、あの言った、潜在愚眼の塔を待つっていうのは若冲の言葉でね。まあ、簡単に訳すと、まあ今の人間には僕のこの絵の凄さはわからんだろうと。千年ぐらい待ってやっと、目の肥えた人が現れてね。お、若冲ってやるやんかっていうやつを待つんだと。それには千年ぐらいかかると。なんかそういうなんか自負みたいなのがね、現れてますよね。俺の芸術が今のやつにわかってたまるかと。ねえ。さあ、ここら辺からちょっと薄めにしていこうかな。ここでね、急にね、濃さが切り替わってるんですよね。かなり大胆に。伊藤若冲ってね、青物問屋の主人やったんですね。まあ今で言う八百屋さんみたいなもんかな。をね、40歳までちゃんとね、勤め上げるんですよ。で、その後に、この家督をね、弟かなんかに譲って、まあ言ったら、昔で言ったら老後ですよね。セカンドライフ。これを絵に当てたっていうね。だから栄養を残せる期間ってね、そんなに長くなかったんですけどね。あの期間の中ですごい傑作を数々残してますよね。
ちょっと待ってよ。喋ってたらあかんな。ゆっくり。ちょっとゆっくりめにここら辺は行かなあかんな。あのね、外側に行けば行くほどね、筋目が強くなってってるんですね。これも多分意図的に若冲が音筆を変えたんやろうな。ここら辺からちょっと全体の形を意識しつつ、あまりむやみに重ねてったら、あかん感じになってきてますね。まあ、若冲って言えばね、あの目がチカチカするぐらいね、ド派手な色彩で有名なんですけど、実は水墨画にもすごく名作がたくさんあって、僕はどっちかというとね、若冲は水墨の方面ですごいなって思うことの方が多いですね。全然だから従来の描き方じゃないんですけど、若冲にしか描けないその造形美なんですね。あれ、筆の動きとかも完全にあの自分のものとしてね、考え抜かれた筆法で描いてるっていう感じがしますよね。はい、1個目のね、キックはこんな感じになりました。わかりますかね、こういう筋がね出てますよね。でもこの見てください、これやっぱ下手くそですよね。若冲はこういう筋のね、太さとか厚みのその加減をね、うまく考えて本当に綺麗にね、花びらを並べてってますよね。まだまだだなぁ。じゃあもう一個ね、右下の菊も描いていきます。右下の菊はね、少しね墨が薄くなってますね。はい、こんなもんかな。で、中心にね、花芯が入ってるんですよね。こういうところはね、なんか古典的な、これだって懐紙縁画伝の天津法に近い描き方ですもんね。で、ここに茎が入ってて、よいしょ。はい、いかがですかね。一応できましたけど、ひどいもんやな。こうやって近づいてみるとね、なんて言うんやろね。これやっぱこう筋目のね、あの出方、太さがやっぱね、バラバラになってるんですよね、僕のはね。で、その鱗のようにしっかりあの花弁を綺麗に重ねることもできなかったし、やっぱり本当にね、難しい技法やったなっていうのが書いてわかりました。まあでも筋目書きっていうね、こういう方法自体は誰が書いてもこのようになるので、楽しい技法なんでね、いろいろと応用して自分なりに書いてみてはいかがでしょうか。はい、では今回はね、江戸期の面白い画家伊藤若冲の技法筋目書きをねやってみました。皆さんもね、興味があったらいろいろ若冲の水墨作品見てみてくださいね。僕も大好きなんで。それでは本日も最後までご覧いただきありがとうございました。またお越しやす。たまに伊藤若冲のこと若冲って言ってまわへん、僕だけ。はい、本日も最後までご覧いただきありがとうございました。いつもねグダグダながら見てくださる皆様のおかげで頑張って配信を続けております。それではまたお越しやす。